サマンサ・パワーはアイルランド生まれのアメリカ合衆国のジャーナリスト、作家、ハーバード大学、ケネディスクール教授。2021年5月にアメリカ合衆国国際開発庁長官に就任した。過去にはアメリカ国家安全保障会議多国間問題、人権担当上級部長及び大統領上級顧問やアメリカ合衆国国際、連合大使を歴任している。 アイルランド共和国ウォーターフォード圏で生まれる。1979年にアメリカ合衆国に移住。ジョージア州アトランタのレイクサイド高校卒業後、イエール大学に進学。1993年から1996年までジャーナリストとしてユーゴスラビア紛争を取材し、US ニューズワールドレポート、ボストングローブ、エコノミスト、ニューリーパブリックなどに寄稿する。 その後、ハーバード大学ロースクールに進み、1999年に卒業する。2003年、最初の著作、集団人間破壊の時代が、ピューリッツァー賞一般ノンフィクション部門を受賞する。2005年からバラク・オバマの事務所に外交政策顧問として参加し、2008年に大統領選挙チームにも名を連ねたが、ヒラリー・クリントンを怪物と呼んだことから、 選挙チームを離れた。オバマ当選後、政権移行チームに参加し、国家安全保障会議のメンバーとなった。2013年、スーザン・ライスの公認として国連大使に就任。米開発局長官にパワー元国連大使上院本会議が承認。日本経済新聞。2021年9月8日へ閲覧。価値観重視。 米外交に反映もイコール人権、人道問題に敏感新補佐官、大使時事通信、2013年6月6日。ありがとうございます。